ここれのりは、新末民初の政治家、外交官。新朝と北京政府において、外交官、政府交官を歴任する。北京政府では、一時的に代理国務院総理も務めた人物である。字は香り割れ。上海広報玄関で学習した後、1888年、土の絵ネカ巨人となる。1890年、節福なりに随住して、 中英講師官の翻訳担当学生となり、その後随員に昇格した。以後、中米講師官33、中ロシア講師官33と歴任し、1902年2月、中ロシア講師の事務を代行した。同年7月、デツ海にワカ国大臣に正式に昇進した。1907年9月、帰国して外務部長に任命される。翌年3月、 日本へ講師として派遣され、駐在した。1910年、デンハーグの常設仲裁裁判所仲裁人に任命された。同年5月、帰国して外務部未次郎となる。7月には、左次郎に移動して、法弁税務大臣も兼任した。1911年10月、 遠征外内閣の外務部副大臣に任命され、処理外務大臣となった。1912年3月、税務どころ、ただ主弁に任命され、合わせて、当将棋内閣の外交総長を兼任した。同年11月、中フランス公使に任命される。以後、民国3年まで、スペイン公使、ポルトガル公使も兼任した。1920年9月、中日公使に移動した。 1922年6月、職務を解かれて帰国する。9月に外交部太平洋会議前後委員会理事に任ぜられた。1926年3月、が特ク内閣の外交総長に任命され、さらに関税特別会議前検大使も兼任した。4月20日、断気髄の臨時失勢辞任、かの総理辞任に伴い、ここれのりが国務院総理代行となる。 同年5月13日までその任を務めた。1927年1月、小田氏人市内閣で内務総長となり、同年6月まで務めた。同年11月、平正委員長及び文官高等長会委員会委員長に任じられた。1923年、常設仲裁裁判所仲裁人に、再び任命された。 1933年11月24日、北平で病没、去年71、ありがとうございます。